ルーディメンツ。ルーディメンツは、マーチングやドラム校で発展してきた小太鼓の基礎奏法の一つ。ドラムセットへの応用でより複雑なドラミングができる。ルーディメントは、英語の一般的な意味で基礎であるが、ドラム用語でルーディメンツといった場合は口述する。ドラマー協会が提案、分類するものを示し、一般的なドラムの基礎練習全般を示すわけではない。このため、 ドラムセットの初期で習う8ビートなどドラムの基礎練習であってもこれをルーディメンツとは呼ばない。ルーディメンツを用いた小太鼓へのアプローチをルーディメンタルドラミングと呼ぶ。またこのタイミングとしてオーケストラルドラミングはある。ただし、この言葉は海外でルーディメンタルドラマーが自分たちを区別するために使うことが多く、日本ではほとんど浸透していない。 スネアドラムのルーディメンツの標準的なリストを定めようと多くの試みがなされてきた。ルーディメンタルドラミングの普及のために立ち上げられた組織であるアメリカルーディメンタルドラー協会、ナードは13の基礎的なルーディメンツを提案し、後にもう13のルーディメンツを加え26とした。最終的に打楽器芸術協会、パがこの十六を再編成し、もう十四を追加して、 現在の40からなる国際、ドラムルーディメンツとした。現在、国際トラディショナルドラマー協会、イテッドは、当初の26のルーディメンツを、再度普及させようと努力している。音楽大学の入試に使われることもある。スネアルーディメンツの起源は、ポールアームで武装したスイス傭兵に遡る。長いパイクを、ハリネズミ人や、邦人の体系で用いるには高度な強調が必要と。 され、戦場の喧騒を切り裂いて聞こえる小太鼓の音が、パイク兵たちのテンポを整え、また命令を伝達するのに用いられた。テーバー太鼓が出す短い持続音は違った体型命令を伝達するのに用いられる容易に、区別可能なパターンを作り出すことを可能にした。これらの太鼓のパターンによる命令が、スネアドラムのルーディメンツの基礎となった。 筆記されたルーディメントとしては1610年、スイスのバーゼルのものが最初である。ルーディメンタルドラミングの発祥の地はフランスであると言われており、17から18世紀には専門の古種が国王の筆絵体の一部となっていた。この技術はナポレオン一世の知世下で完成された。18世紀の後進曲とその様々な演奏は現代のルーディメンタルドラミングの奇跡の一つ。 とりわけとなった。今日では三つの主要なルーディメンタルドラミングの文化がある、スイスの、スコットランドの、そしてアメリカのドラミングである。シングルストロークロールは、不定の速度と長さで交互に打つことからなる、RLRL、右左右左、など。ダブルストロークロールは不定の速度と長さの左右交互のディドル、すなわち RR。 LL などからなるルーディメントである。ダブルストロークロールには以下の10の公式な編集がある。打楽器では、ディドルは同じ手で演奏される連続した2つの音符からなる RR もしくは LL。口述のドラッグも参照。パラディドルは RLRR もしくは LRLL という形の4つの音符からなるパターンでなされる。 複数のパラディドルを連続して演奏すれば最初の音は常に左右が入れ替わる。パラディドルルーディメンツにも複数の公式な編集がある。パラディドルはしばしば規則的な音符を演奏しながら手を入れ替えるために用いられる。例えば右手を先にして RLRL RL のように16分音符を規則的に演奏していて現在打っているドラムの左にあるドラムを打って終わりたいとすると 次のようにスティックを裁く方法がある。RL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 。RLRRL l ここで最後の左手のち打つは、終わりに用いるドラムある。パラィドルは、ドラムセットで、フィルインの終わりにクラッシュシンバルの次のビートを逆の手で、始めるのに便利である。フラムは、小さな音の装飾音の後に、逆の手で大きな音の主音を打つ。二つの音はほぼ同時に演奏され、 一つの幅のある音のように聞こえることを意図されている。ドラッグは同じ手で演奏される二つの連続した音符からなる RR か LL のいずれか。これはディドルと同様であるが、ディドルがその置かれる文脈と同じ速度で演奏されるのに対し、ドラッグはその倍速で演奏される点が異なる。例えば、もし16分音符のパッセージを演奏しているとすれば、 そのパスージ内でのドラッグは32分音符となるが、リドルは16分音符となる。ドラッグはまた装飾音としても演奏されうる。ティンパニで装飾音としてドラッグを演奏する場合には、その装飾音は左右交互となる RLR、LRL LR。後になって、打楽器芸術協会、パワー、世界の様々なジャンルのスネアドラマーに使われている14。 のルーディメンツを追加して、現在の現在の40からなる国際、ドラムルーディメンツとした。この再編成の過程で、順序は大きく入れ替えられたので、番号は戦術のものとは一致しないことに注意。年の経過とともに、他にも数多くのルーディメンツのパターンが非公式に現れて、独創的な名前が付けられているが、これらの大半は当初の40のルーディメンツに基づくものである。 こうしたものは、ハイブリッドルーディメンツもしくは、ハイブリッツと呼ばれ、特にやドラム校では、一般的なものとなっている。注目すべき例として、左右交互のスティックで演奏されるドラッグである、ヘルタ、装飾音のついた、ディドルである、チーズ、RRRLL と打つゴレンフである、エッグビーター、泡たてキ度がある。こうしたハイブリッツは、さらに創造的かつ難しいハイブリッツへと、 移行してゆき、例えばインバーテッドフラムタップで、フラムの代わりに、チーズとなる、チーズインバートやパディドルディドルに一つのエッグビーターと、各手一つずつ二つのディドルが続く、ディドルエッグファイブなどが生まれた。ハイブリッドルーディメンツは、マーチングバンドの打楽器奏者のルーディメントの語彙として、ますます重要になってきている。こうした数多くのハイブリッドルーディメンツは、名前や起源も様々であり、 同じものでもいろいろな名前がついている場合もあるので、こちらにある最も一般的なハイブリッドルーディン2のリストを参照。ハイブリッドルーディメントライブラディ、スイスアーミートリープレット、ドラガディドル、シングルフラムドミル等が含まれる。スイスの古敵体で発展した。シングルストローク4、シングルストローク成分、シングルストローク、マルチプルバウンスロール等の還元学等で使われる、ルーディメント。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。